はい、それではよろしいですか。あ、1コーナーのマーシャルよろしいですか。あ、ありがとうございます。はい、それではポルシェカップクラス決勝 C メインスタートします。あ、トップで帰ってきたのは佐藤くん、続いて川野さん、そしてガキンチョウヤジさん、鉄さん、あー、レースはまだわからない。さあ、伯爵が3番手に浮上。1、2番手争っても近い近いですね。さあ、ここで2番、3番が近くなった。おお、てっちゃん2番の、てっちゃん出れるよ。さあ、同じカラーが2台いる。チームカラーか。あ、1つが飛んじゃった。トップはね、佐藤くん。2番手が、あ、ガキンチョエイジさん、柳沢さん。3番手が鉄さん。明るい黄色が鉄さんかな。順位は、お、中山さん、伯爵3番手です。お、伯爵とナック君が2台並んでいる。かっこいい GT1 同士。さあ、残りが間もなく2分。トップは佐藤君、続いて2番手にガキンチョウヤジさん、3番手が伯爵。2番3番の差は 6.66 秒。1番2番は 5.7 秒。さあ、伯爵とナック君もガチです。ポルシェ911GT1 同士、かなり近いです。伯爵が前、伯爵がまだ前。さあ、ナック君が、あ、どっちか、前が俺ですね。しかし3番手に川野さんが上がりました。あ、ここでまた直線で自社さんに見た。この間に2、3位との差は13秒空いてます。それで2、3位だ。あ、鉄さんが、1、2は13秒あります。1、2もこれラップされてる。さあ、残り10秒。どっちだ。さあ、ここで4分。佐藤くん、柳沢さんゴール、川野さんゴール、鉄さんゴール。はい、電車ゴールです。伯爵がほんのわずか出ましたね。トップゴールは佐藤くん、20周4分2秒560。勝ち上がりは佐藤くんと柳沢さんです。続いて